支援ゲージ、こんなの今まであった？あったんかな。一曲歌うよ。やってみようか。何これ。なんかやってみた。え、何これ。こんばんは。ライバーって書いてあるけど、ライバーではないんかな、さとちゃん。まあよくわからん。コウタさん、スケスさん、シンクロワッサンさん、セリアさん、ユウちゃん、MJ さん、恋してカープさん、ユジウマさん、クマーン、クマンシー、めちゃきのこさん、リンちゃん、おいでませ元気さん、クユキさん、ジョンファンさん、ナカナンさん、ユウちゃん、かわいいユウト、ありがとうございます。イベント、なんだこれ。あら、画面を見ていない間に。ナーラブさん、ありがとうあったわ、ありがとうあったわ。活用のね、仕方が分からん。あ、イベントに出てる時ってことか。なるほどね、なるへど。ひろふみさん、ありがとうございます。電車で無音中って、だから何、だから何ですか。こんなこと言われとるとも気づいてないよ多分今。最後こうやって笑っとけば、無音中だから、そう、だから何とか言われていることにも気づかない。手振ったりポーズしてもらえるとでも思ってんのか。入った。花だれ公演の申し込みは今日中ですのでお忘れなきよう。1日しかないとか早いね、申し込み期間が1日だなんて。短すぎやろ。今回短いので
忘れなく花だれ東京公演ね。スペサポね、10月16マグスさん、リーチさん、キュンシーさん、ありがとうございます。まあ、スペサポに入っている人たちは秒で見つけて申し込むだろうっていう信頼前田ナナフェスのケータリングに来てた居酒屋さんのマグロ丼食べてきましたって、すごそれお店どこからそんな情報を。仕入れた。公式から出とったのか。ありがとうと。ありがとうとは。今日は特に話すことはありません。特にこれといってありません。こちらもありませんって誰ですか。私は今日はありませんが、どちら様ですか。まあ毎日これといった話題はないですね。
配信は顔見せ顔見せです。別に私たちは、私は配信者ではないので、そんなこれといってバラエティ番組でもありませんので、ここはなんとなく秋ですなって、全然秋じゃないなんかもう困ってしまう。早く秋になってほしいのに。なんか最近暑すぎて天気のアプリ、多分もともとさ iPhone に入ってる機能のあの天気のアプリを多分消しとったんやけど、もう最近なんか暑くねとか寒くねとかよくなるけんさ、アプリ復活させた。そしたら今日も最高気温28度とかで、はぁって思ってそう、ま、はぁまだ秋来てないよ。なんちゅうことですかってなった。もう最近ね、最高気温がもう27度28度とかばっかない。朝暑くて目覚めたりする。秋というより6月っぽいなと思ってしまったって、ちょっとそれは共感できんわそれはちょっとよくわからんわ。30いってないからセーフ。30度いったらもうそれはガチガチ夏。ともゆきさん、糸ちゃん、くもー、けんさん、シュークリーム、田中さん、ありがとうございます。そうそう、週末何度からが寒い。でも今週は、今週末までは29度8度とかやけん、まあ寒くなるとしたらもっと後からかな、分からんけど。変な天気。
洋服をね、珍しく、まあ、珍しくというかネットで買ったけどなかなか届かない。早く届いて、早く届け。届いたところで着れないぐらい、まだ着れんかもしれない。着るタイミングがないじゃん。何買ったっけ。でもネットで買ったらさ、買ったこと忘れてしまうよね。買ったこと忘れて店舗に行った時になんか似たような服を買ってしまう。しかも1個めっちゃ狙っとったファーバッグがあって、そのファーのバッグ買おうと思ってネットで、広島には店舗がないお店やけん買おうと思ってネットで見たら、皿の欲しい白だけ売り切れとって泣き。泣きです。ファーバック私の冬のバッグが、そう、まあ3択ぐらいあって、そのうちの第一希望というか一番これがいいって思ったものがね、売り切れた。そう、気に入ったものに限って売り切れ。いや、もしかしたら買えるかもしれない。ネットで購入して事務所に送っておきますって。嘘つけ、嘘をつくな。グイキさん、ダーワさん、ありがとうございます。私は今何かも言ってないのに分かるわけがないだろ。私が欲しいものピンポイントで当てれたら素晴らしい。まあ、ファーバックの白やったらね、どれでも可愛いのはまあ当たり前もうふわふわの時点、ファーの時点で可愛い、もう白の時点で可愛い、どっちも掛け合わせれば当たり前に可愛いに決まってはいる。でも売り切れたらさ、余計欲しかったやっぱりってなるのもあるよね。
いつまでも在庫があったら悩むけど、それがもう残り少ないですとかもう一つもありませんってなったら余計に、欲しかったです。みんなもお話し会一緒でしょ。売ってる間は焦らないくせに、売り切れた瞬間完売だったので買えませんでした。どれ間に買わんかっただけだろうって話ですよね。そうなんですよ自分にも言ってる。そうなんですよ。リバプールさん、あかりさんとさん、めっちゃ可愛いギフトありがとうございます。家の中で半袖でおったら暑いんよ。やばくない？広島暑いよ。そう、多分外に出て、外に出て風も当たったら、まあそんなもん、そんなもんっていうか、まあ許容範囲、普通に暑くはないんやと思うけど、家を窓閉めて家にいたらもう暑いってなるかと思えば、多分ね来週頃には寒いってなってるかもしれない。けんもう今は全然こたつ欲しいとかの気持ちになってない暑いけん、なんも全然全然そんな気持ちにならん。ケンさん、スケさん、ありがとうございます。ね、半袖で過ごすべき。今年、今年の冬寒いらしいって。そりゃそうだろ、当たり前のことを何言ってんだよ。今流行りの当たり前界隈ですか。当たり前でしょ。買うかは決めてないけど、欲しいっていう気持ちにすらならんぐらい、迷いもせんぐらい、熱い意見欲しい必要がない。でも衣替えじゃない、模様替えしたい、模様替えしたい気持ちはあります。でもね、インテリアを買って置いたら多分だいぶ模様替えした気持ちになりそう。でもそれを必要かって言われたら、絶対に必要かって言われたら絶対に必要ではないっていうのを考えたら、ちょっとミニマリストの気持ちになって、不必要、そう、必要ないかともなる。まあ必要ないねで終わる。松竹さん、ありがとうございます。
2年でめっちゃ物が増えたさ。5年でもそんな増えてない広島5年、まあそりゃ5年前よりかはそりゃ増えたけど、当たり前に。まあ服が増えるのはね、まあ仕方ないけど、5年前よりかはまあ増えたけど、でも全然増えてない方だと思う。他の5年目のメンバーに比べればマジで増えてないとこの方だとは思う。でも5年、うん、5年で考えたら増えてないね。もう落ちてきた、引っ越してきた時すぐは本当に何もなかったけんね。全然なかった。いまだに扇風機とかはない。いけん季節物ってやっぱ場所取るなって思う。いけんそう考えたらこたつはダメ買ったらダメ、手に入れてはいけないもの、季節のもの。もうテレビ台とかさ、テレビとかさ、もう季節なんて関係ない、年中さ家にあっていいものやけど、ダメじゃん季節のものは。片付ける、それを収納できるような実家ぐらいのあれだったらいいけど。こたつはそのままにテーブルになるけど、でも普通に今テーブル持っとるのにって思う。引っ越した初っ端でこたつ買って、まあ夏は布団外してそのテーブル使います。まああれやけどさ、今現在テーブルというものがもともとあるのに、あるのにも変わらずそれをゲットしてしまったら、いけもういっそのこと今使っとる家のテーブルが破損してくれたらそう壊れたりしてくれたら、これを機に買うかってなるけど、しかもこたつの何が邪魔って、テーブルよりも布団が邪魔だからね。ただでさえ夏の布団シーツとかでさ場所取るのに、それにプラスこたつまで増えたら、やっぱそう考えたらこたつなんて買うもんじゃないな今思った。しかも配信しとってさ、配信しとるこの画面的に見えるわけでもないしさ、必要ない、見えないから。可愛いの買ってもみんなに見てもらうことはない。必要ない、必要ありません。自分を言い聞かせる。でも寒くなったら、今はねもう暑いけん本当にそんな気持ちにならんだけど、どうせ寒くなったらやっぱ欲しいなと思う。でもこの5年間いらなかったんだから、いらないよって自分に言いたいそう。そうね、ホットカーペットあるけんね、私はいらないと思います。
ッドカーペットもあって、ホットカーペットプレスこたつというタブルになってしまったらもうダメです。ここに何やっけ、人をダメにするソファーとかねプラスしたらおしまい。オイルヒーター？何それ？あ、オイルのやつか。本当に暑い、もうなんか本当に暑いんですよ今広島、東京とかもなんかな、分からんけど、こっち側だけなのか知らないけど本当に暑いんですよ。そう、別にそれは暑がりでも寒がりでもない、まあどっちかっていう、いや本当にどっちでもないな、どっちでもないので、それでも本当に暑い。そう、何日か前、1週間前ぐらいかな、は夜めっちゃ寒かったんやけどね、夜でももう暑い、変な気温でございます。なんかもうさ、地味にこうだんだん寒くなっていくのとかいいけどさ、寒くなったのにまた暑くなってまたこう下がったと思ったら上がってみたいな、やめてほしい。もうこうであってほしい本来そうやん、春夏秋冬みたいな、本来それでしょうが、日本の四季はどこに行ったんや。そう、その1週間前ぐらいにさすがにもう大丈夫だと思って衣替えをしたのにもかかわらず、半袖をまた引っ張り出すような形になってしまって、10月16日だよ。だって10月もな、え10月半ば去年とかどうやったんやろうね。もうな、え10月半ば去年とかどうやったんやろうね。10月の半ばで半袖。さすがに去年は長袖。
そうです、今日はすっぴん。ジェットコースターのようなスリル感、この寒暖差をジェットコースターのようなスリル感なんて思えるなんて素敵ですね素敵ですね。なんか本気に思ってるんであれば、遊園地行きたいな。ジェットコースター乗りたい。いつから乗ってないかなってぐらい乗ってない。そう考えたらマジで全然乗ってないかも。あ、乗ったか、ディズニー行った時ぐらいか。ディズニー行ったとき、スペースマウンテンかなんかがもうおかしくない、おかしいおかしいよあれはってぐらい揺れた記憶。それから行ってない。広島ね、なんかこれといった大きい遊園地ないけん仕方ない。うわ、和集山、岡山の和集山ハイランドまで行く、行かんとない。本当に暑い。ちょっと配信しとったら、あの窓開けるんけん暑いよね。窓開けとけば別になんともないんやけど。そのちっちゃい頃はね、ジェットコースター本当に乗れんかったけど、なんかあのちっちゃいやつでも乗れんかったけど、いつの日からかジェットコースター好きになった。観覧車は好きじゃないけどね、今でも。三半期間三半期間、
メリーゴーランドはまあ別に好きではないかな。なんか楽しさはない。なんか別に乗っ取って何言ってないやん。ただ乗っ取るみたいな。ただ乗っ取ってこうぐる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 同じ景色回るだけやけん、別に好きとかはないか。休憩って感じ。テーマパーク行った時に、まあ、しかも大体そんな並ばんし、休憩がてら乗るぐらい。そんな何十分も待って乗ろうとは思わん。花火師さん、ありがとうございます。乗ってるサラピアみたいって。え、私は見られたくない。絶叫系よく乗ることはないけど、そんなね、ジェットコースターというものは日常にあるわけじゃないけど、よく乗るわけではないけど、テーマパークとかに行くんだったら乗らんと気はすまんかも。テーマパーク行ける、一緒に行ける人は同じぐらいのアトラクションモチベがある人じゃないといけない。早いやつは好きかも。でも空中ブランコとか観覧車とか、なんか高いところにこう長くおる系のやつは全然好きじゃない。別に高所恐怖症ってわけでもないけど、高い位置にずっとおる系のやつはマジで全然興味ないかも。待ち時間耐えられるって、待ち時間さ全然耐えれるよ。テーマパークに行ったらね、並ぶのなんて当たり前ですから。司会の並びで来て、いやそんなもんじゃないよ。そんなもんじゃない。百何十分待ちとか当たり前だからね。け3桁なんていう、100とか100超えてなかったら短い方だって思ってしまう。ディズニーとかユニバーはね。
行列に並んだせい美女かラーメンが出てこないなんて耐えられないって、そういう人は並ばないでそういう人は並ばないでください。そういう人はラーメン屋さんとかお話し会に並んだらいいじゃん並びなさい、そっちに並びなさい。自分の価値を感じるところにお金を使いなさいって話ですよ。今日サラダってそんな別に興味ない乗り物に100分とか待たない。100分あったら映画見れると思ってしまった。だからもうそんなことを言う人並ばなくていいんだよ。だからそうだよ、みんながそんなこと言ったら向こう側の人からしたらそんなちょっと何秒か話すだけに何分も並べないよって言い返されるよ夢の国界隈の人に言い返される。そんなちょっと喋るために並べないよって言われる。だってサラは逆に100分の映画を見るんだったら100分アフタヌーンティーに使いたいとか、やっぱそういうさ人によってありますから。暑い、配信終わろうかな。暑いです。こんな10月の半ばに暑いっていう言葉を発するなんて、でも本当に暑いよ。なんかもう若干暑いなとかじゃなくて、もう暑い、見た目は涼しそうでしょ、なんともなさそうに見えるでしょ。めっちゃ暑い今、もう汗かくよってぐらい暑いです。暑い10月の半ばにこんなに暑いって言うなんて思ってもいなかった。じゃあそろそろランキングを読みたいと思います。48位リュウさん、24位ジョンファンさん、13位ピレスさん、12位ビタミンさん、11位バーバブさん、10位マグさん、9位メチキノコさん、8位コウタさん、7位花火師さん、6位イトちゃん、5位ヤジウマさん、4位赤色サンタさん、3位ケンさん、2位ユウちゃん、1位ナラブさん、
ありがとうございました。それでは今日は水曜日 U ターンです。1週間の明日からも頑張っていきましょう。ありがとうございました。バイバーイ。